CE ボイスドラマ九条館の日常よみがえる怪異の恐怖うちに来た萌を暗くなる前に送り出し俺は九条館に戻った。土産だと言って萌が置いていったオカルト雑誌をテーブルに置く。相変わらずオカルト雑誌の編集部に出入りしているようだ。またネタを探すために怪異のいるスポットに入ったりしないか少々心配だ。オカルト好きな割に怖がりだから無茶はしないと思うが、俺は萌とは逆に怪異に慣れすぎていると言われる。心霊が苦手なクリスティやショーにはもちろんのこと、他の者たちにも不思議がられることがあった。だがそれは違う。俺だって何度怪異に遭遇し震えたことか。例えばそう、森のシミを。森のシミは H 城樹海で遭遇した怪異だ。出会った者に蜂が好きかいと尋ね、はいと答えた者を笑いながら襲う。シミ王に出会う前に自殺志願者である木村正夫という男に会い、シミ王については事前に聞いていた。それでも実物を見た時は身の毛がよだつほど恐ろしかった。死してなおあんな姿になるとは。あれは意識があったままあんな無残な状態になったのか。森の神妙ことミツバチ家族の会長丸尾晋三は当時まだ50代だった。怪異になる前からあのような状態になっていたとは考えづらい。そうなるとやはり何かしら別の理由があるのか。ミツバチ家族が集団自殺をした時に自分のみが取り残されたことによるストレスか。確かにストレスはああなる原因として有名ではある。だがそれだけとは思えない。人間養蜂場にされた者たちを思い出す。吊るされた彼らは到底静止できるようなものではなかったから断言はできないが、彼らも同じような状態になっていたのではないか。樹海で見つけた手記には H 神社のたたりという言葉があった。あれこそ神妙が怯えていたたたりだったのだろうか。あの部分には古来より霊力が宿ると信じられている。命や魂が宿ると言われ神社に奉納されることもある。そして時に呪いをかけるのに使われることすらある部分だ。あれを使った呪いは複数ある。藁人形に入れるのが有名だろうか。また力を持つ人形はあの部分に大きな影響が出る。俺はかつてあいつの座っていたソファーを見つめ考え込んだ。仮に神社のたたりだとすれば、神妙はたたりであの部分を奪われああなったのか。いや、たたりだけのせいとは限らない。たたりと言われているものの中には科学的な影響が原因のものもある。シミオが樹海をさまよっていたことを考えると、火山性ガスが強い樹海の酸性雨にやられた可能性も否定できない。そうであれば樹海を歩いていた俺にも影響があるのではないか。たたりを考えるならば俺も H 神社には関わっている。先日うちにやってきた司も俺を見て心配そうにしていた。あの司が辛辣な言葉も吐かず黙ってじっと見ていたということは、やはり俺にも症状が出始めているのか。俺はテーブルに置いた安岡が表紙のオカルト雑誌をめくり、
その表紙裏の広告に目を留めた。スカルプブラック、蘇る黒い樹海。ここ最近何でもオカルトブームに乗る風潮があるが、シャンプーにまでこんな波が来たか。だがオカルトにすがりたくなるその気持ちもわかる。俺も同じ思いだ。シミオは本当に恐ろしかった。あれはまさに木々の枯れ果てた荒野だった。彼の頭皮を思い出し、俺はまた背筋が冷たくなった。